シュラマル。ねえ、水木さん、まだ？何が？今日は家族でお寿司食べるんでしょ？私、この間聞いちゃったんです。だから何？だから何って、冷た。だから何？友達4人を連れて先に寿司ランチいただいてるから、新しい友達は財産でしょ、紹介するからおごってよ。回転寿司に行ってるけど。え？寿司ランチってことは修羅寿司に行ってるんじゃないの？最近ランチやり始めて人気だから。そうだけど、私たち家族が向かってるのはマリカッパ寿司だから。そんな、私修羅寿司だと思って。そういうわけだから、じゃあね。てか、いきなりおごってってなんだよ。ちょっと待ってよ。じゃあここの支払いはどうしたらいいの？5人分のランチ代と、あとは単品でめちゃくちゃ頼みまくったから合計2万円以上になったんだけど。バカ。え？いや、自分たちで食べたものは自分たちで支払うんだけど、あんたそんな常識も知らないで今までどうやって生きてきたの？てか、いきなり人にたかろうとするなんてマジ何考えてんだよ。だって今日は便乗する予定だったから。それに私お金ないから2万円も払えないってば。2万円払えない人間がなんでランチしてんの？人にたかる前にとっとと働きなよ。てか、一人で2万円じゃないでしょ。5人もいるんだから、それぞれ自分で食べた分は自分で払えばいいだけの話でしょ。だってみんなお金持ってないし。警察。は？無銭飲食なんだから警察呼ばれるんじゃない？警察なんてそんなの無理だよ。お願い、水木さん、今向かってるんだよね。じゃあ今日のランチは修羅寿司にして私たちにおごってよ。あのさ、自分が相当ヤバいことを言ってるって自覚ある？なんでそこまで仲良くもないあんたにいきなりおごらないといけないわけ？マジで頭どうかしてるよ。あ、私らもうマリカッパ寿司に到着したから。お願い。警察沙汰になるのが嫌なら自分たちで金払う。それでもダメなら家族に持ってきてもらう。これしかないでしょうが。夫にバレたら怒られるんだってば。そんなことになったら、お願い。水木さんは優しいでしょ。お願いだから助けてよ。これから家族でゆっくりお寿司楽しむから、じゃあね。自分たちのことは自分たちで何とかしなよ。そんな。私の名前は水木。よく口が悪いって言われるけど、裏でこそこそネチネチやるよりも直接言った方がずっといい。そう思っています。由美子さんはたまに話す程度のママ友だったんだけど、なんでいきなりおごってもらえると思ったんだ？自分らで食べたものは自分らで払えばいいだけでしょうが。おまけにこの人、変なところもなかったからびっくりしたよ。でも、後日その理由が分かったんだ。意外な人たちと一緒に歩いているところを見たからね。どうして助けてくれなかったんですか？はぁ？あの後本当に大変だったんですから。あのさ、その友達4人って誰だったの？え？その友達とやらよ。あやさんとミカさん、リリアさん、ココアさんだけど。ああ、なるほど、そういうことか。で、いつから？え？何がですか？嫌がらせ受けてるの、いつから？あの、何を言ってるのかわからないんですけど。おかしいと思ったんだよ。そりゃ私は由美子さんとは親しいわけじゃないけど、あんな変なたかりをするような人じゃないっていうのは分かってたから、その場で誰が一緒なのか確認するべきだった。違いますよ。勘違いしないでください。皆さん私のママ友で。そう思いたいだけじゃないの、由美子さん。前は結構孤立気味だったでしょ。そこに声をかけてもらって、そこから歪んでいったんじゃないの？なんで分かるんですか？あのさ、その4人組は前からおかしいと思ってたんだよ。警戒しているママさんも多いよ。え、そうなんですか？知らなかった。表向きはみんなニコニコして愛想のいい人たちなんだけどね。おとなしい人をターゲットにして嫌がらせしてるんじゃないかって思ってたんだ。私たちは実際にその現場を見たわけじゃないから放置してたけどね。そもそもみんな子供がいるんだから、やばい人間にうかつには自ら近づいていったりしないし、それであやふやになってたけど。あの、あやさんと子供会で一緒の係になったんですけど、私いろいろ失敗してしまって、それをあやさんがカバーしてくれたんです。そこから親しくなっていったんですけど、だんだんといろいろ要求されるようになって、子供をはぶってもいいのかって言われて、離れようにも離れられなくなっていったんです。それにあの、お金をごまかしてしまったので。ああ、
子供会から預かっている予算が合わなくなって、それをあやさんが帳尻合わせしたってこと？はい。あとは自分が責任を持つから大丈夫だって。本当に由美子さんがやった失敗なのかどうかもわからないし、もしそうだったとしても上に報告しないのはまずいことだよね。はい、すみません。もうちょっと話聞かせて。はい。予算と合わなくなってしまったのは500円、それをあやさんが率先してごまかした挙句、助けてやったんだからといろいろ要求されていたそう。拒否すればみんなにごまかしたことをバラす、子供をはぶると言われていたんだってさ。ランチやお茶をおごらされるのは当たり前、洋服やバッグを要求されたりして、ご主人にバレないように結婚前の貯金からお金を出していたみたい。まったく、どっちもアホだよね。でもさ、こういうのに一度捕まっちゃうとなかなか逃げられなくなるんだよ。だんだんと逃げる気力がなくなっていくからね。にしても本当に卑怯なやり方だよ。水木さん、こんにちは。今ちょっとお時間いいかしら。何？ありがとう。あのね、今日由美子さんと一緒にいたでしょ。カフェでお茶してたみたいだけど大丈夫？あんたの頭が？な、ちょっと何よその言い方。あ、もしかしてやっぱり由美子さんに毒されちゃった感じ？私ね、水木さんに教えてあげようと思って連絡したんだ。由美子さんってひどい人なんだよ。あのさ、あんた自分でみっともないと思わないの？はあ？あんたらお上品ぶって私たちはいい人ですってやってるみたいだけどさ、実際にはもう本性バレてるから。な、何よそれ。だからみんな近づかないんだよ。ちょっとそれは水木さんの勘違いだってば。やだ、裏でそうやって陰口言ってたの？それってすごい性格悪くない？ひどいな。いや、ネチネチ陰口なんて言わないよ。あんたらじゃないんだから。でもさ、おかしくない？あんたら4人が近づいていったママさん、みんな引っ越ししていくよね。そんなたまたまのことで私を責めるんですか？水木さんって本当に嫌な人なんですね。弱い立場の人間をそうやって責めて楽しいですか？ひどい。醜悪な人間っていうのはこういう人のことを言うんだね。なんですって？由美子さんから録音全部聞かせてもらったから。あと録画もね。は？あんたひどい顔してたよ。この世のものとは思えないね。お祓いでも行った方がいいんじゃない？出所した後にでも行ってきなよ。出所って、あ、何言ってるのよ。え？あんたがやってたことは相当ひどいってこと、由美子さん前から証拠集めしてたんだよ。あのゴミが。ふざけんなよ、調子に乗りやがって。調子に乗ってんのはてめえだよ。いい機会だからさ、引っ越して行った人にも連絡取ってみたんだよね。由美子さんの他にも証拠取って置いてる人が結構いてさ、今まで怖いから黙ってたみたいだけど、みんな警察出るってさ。ふざけるなよ、陰キャのくせに。陰キャのくせにって、リアルでそういうこと言っちゃう人本当にいるんだ。いてててててー。うるせえな、お前ふざけんなよ。ボコボコにしてやるからな。罪がもう一つ増えたね。はあ？ボコボコにしてやるって今言ったじゃん。それ犯罪だから、あれこれ余罪がありまくりだから実刑は免れなさそうだね。おまけにネズミ講とかいろいろやってたんでしょ。長いお勤めになるね。やだ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 、こんなはずじゃない。どんなはずだよ、このドアホが。その後、あやさんを筆頭に毒図4人組は逮捕されたよ。まあ余罪が多くて、4人のうち3人が実刑になるというカオス。由美子さんは警察沙汰になったことでご主人に事実を告白。ご主人はそんな由美子さんを全て受け入れ、家族で田舎に移住していったよ。今は幸せな毎日を送っているみたい。それから年月が経って毒図たちは出所してきたんだけど、こいつらやばいところと手を組んで悪いビジネスやってたんだよね。だから出所した後はお仲間が迎えに来て食い物にされてるよ。おとなしそうなママたちを食い物にしてたんだから仕方ないね。自業自得。しかし世の中どこにこういう人間が紛れ込んでるのかわからないよね。子供がいれば積極的に関わっていくこともできないし、だからこそ自分がそうならないように身を守らなきゃいけないね。こういう人間に出会ってしまった時は周りにしっかり相談することも大切だと思うよ。何事も小さいうちに解決したいね。
最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。